先駆けクロマティ高校最強ランキング1位から30位。30位マサ、入学初日神山が落とした鉛筆を食べて彼を脅かそうとした。29位松田秀作、神山たちの一つ下、その巨体腕力凶暴さで人間山脈として恐れられる。28位伊藤海、神山たちの一つ下、その外見からゴリラとよく間違えられ落ち込むことが多い。27位クロマティ四天王、四天王と言われているが実際は5人いる、全員バンドメイクをしている。26位竹城明夫、瀬戸内の右腕、彼なくしてバースコーは動かずとまで言われるほどの功績を持つ。25位瀬戸内ジャクソン、バースコー万格、その腕っぷしの強さからバースの破壊王の異名を持つ。24位北斗の子分、北斗についてきた子分、名前を名乗ろうとするが誰も聞いてくれず、誰も彼の名前を知らない。23位北斗たけし、北斗財閥御曹司、レジー・スミス校を制圧するはずが間違えてクロマティ高校に転入してしまう。22位平井堅、神山たちが入学する前にマシンにかかり単位不足で留年した生徒、通称ダブリの平井。21位悪魔コンビ、北斗軍団に所属している2人組で喧嘩も強い、半年前のコンビ名はマッスルブラザーズ。20位相撲部の副部長、相撲の腕は人並みだがバース校の不良たちを軽くあしらうなど喧嘩は強い。19位前田明、作中一番損な役回りで自宅はよく占拠され、バース校の生徒にはよく拉致される。18位中尾明、新たにデスコナンバー2になった男、腹話術を得意としておりミック君という相棒がいる。17位林田慎二郎、モヒカン頭だが実はカツラで本当の髪型は資産分け、座右の銘はノーフューチャー。16位高橋秀樹、喧嘩も強く仲間思いで完璧な男だが2本の触角が生えたカチューシャをいつもつけている。15位相撲部の部長、相撲の腕は相当でかなりの実力者らしい、神山のマジックのせいで異世界にワープした。14位あの男、竹之内を倒すために送り込んだ刺客、ターミネーターのような容姿をしている。13位さだまさし、北斗軍団のナンバー2の実力を誇る男、冷酷なまでの戦いぶりから地獄の料理人と呼ばれる。12位山口昇、デストラーデコー万格、普段は無口だが実はお笑いにはかなりうるさい男。11位メカザワ新一、神山と林田以外はロボットに気づいていないらしい、本人は機械だがメカ音痴。10位マスクド竹之内、本籍不詳の元ハイジャック犯、竹之内の代わりにクロマティ高校に通っている。9位前田の母、前田明とそっくりで無口、強さの描写はないがプロ校バース校の生徒からは恐れられている。8位番長ちゃん、ある日転入してきた1年生、喧嘩は強く足は速い、フレディとの噂はあるがフレディと同じ駒にいたりもする。7位金城武史、バナザード校万格、その戦闘力は竹之内にも勝るとも劣らずと言われるほどの猛者。6位黒竜号、フレディの飼っている馬でかなりの暴れ馬で凶暴だが頭はよく人の言葉を理解できる。5位藤本喜一、マニエル校万格、こわもてで腕っぷしは相当、他校の生徒から恐れられている、見た目と違い実はかなりパソコンオタク。
4位、フレディ、普段から制服を着ていなく、高校生どころか日本語が通じるのかすらわからない謎の男。3位、ゴリラ、どこからどう見ても本物のゴリラ、なぜ高校にいるのかは謎、いつからいるのも謎。2位、竹野内豊、偏差値60で頭も良く喧嘩も強く人望も厚く何をとっても一流だが乗り物酔いは相当弱い。1位、神山隆、本作主人公、中学時代は優等生であったが、あることがきっかけで不良店の黒子に入学、しかし入学するにつれて悪さが高くなり、今では一番の悪と言われるほど。ご視聴ありがとうございました。